マヒルの魔女作品 108B196 はアントニン・ド・ボルザークが1896年に作曲した公共詩。カレル・ヤロミール・エルベンの詩集、花束に収められたマヒルの魔女に霊感を受けて作曲された。マヒルの魔女はスラブ神話に登場するヒルの悪魔が題材となっている。本作は作曲者がアメリカ合衆国から故郷のボヘミアに帰って書かれた。 国民的主題による楽曲群のうちの一つである。反公開の初演は1896年6月3日にアントニーン・ベネビッツの式によりプラハ音楽院で行われた。公開初演は1896年11月21日、ロンドンにおいてヘンリーウッドの式で行われている。母親が息子に対し、良い子にしていないとマヒルの魔女を呼び出して連れて行ってもらうと注意する。 少年は言いつけを守らず、魔女が現れる。恐ろしい生き物として描かれる魔女は子供を要求する。本当に魔女が来てしまったことにおののいた母は慌てて、息子をつかみ、魔女は二人を追いかけ始める。母は息子をつかんだままついに気を失ってしまう。その日、帰宅した父親は気絶した妻と彼女の腕に抱かれて、絶命した息子を目の当たりにする。 母は、魔女から息子を守ろうとして誤って窒息させてしまっていたのだ。物語は恐ろしい出来事に対する父親の嘆きによって閉じられる。編成は19世紀の標準的な公共楽団に、バスクラリネットとチューブラーベルを加えたものとなっている。ピッコロ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、ホルン4。 トランペットに、トロンボーンさん、チューバ、ティンパニ、大太鼓、シンバル、トライアングル、カネゲ弦五部。ドボルザークの他の公共誌とは異なり、本作はエルベンによる原作の筋書きに忠実に沿っているわけではない。スケルツオ風の部分が挿入されて全体が4つの部分に分かれていることから、公共曲に似た構成を意識したのではないかと思われる。ドボルザークの書簡によると、 曲の各部分は以下のような内容を表現したものとなっている。子供が静かに一人遊びをしており、んどりのおもちゃが気になり始めている。母は食事の用意をしている。クラリネットによるのどかな旋律に開始し、これが弦楽器に受け継がれていく。フレイチ泣き出した子供に苛立った母親は、真昼の魔女が来ると脅して叱りつける。オーボイが予告していた四つの変派音が、 弦楽器で強く出され、劇的な展開となる。すると、子供は静まり、これまでの過程を繰り返す。音楽も、冒頭へ戻って、再びフレー一から開始される。母親が再度子供を叱ると、静かにドアを開けて小柄な魔女が母親へと歩み寄って、来る。四、四拍子となり、弱音気をつけて静かに加工する弦に導かれて、低音の木管楽器に、 魔女のモチーフとなる重苦しい主題が出る。フレーニホルンと、トロンボーンが子供を要求する魔女を表し、母親が必死に抵抗する一方で、魔女は子供につかみかかろうとする。魔女の登場が楽器を変更して繰り返されると速度は、荒れ黒となり、スケルツォに相当する。この箇所では、魔女が踊り回り、息も絶え大となった母親はついに叫び声を上げて、倒れ込む。ここで連続する。 歯音によって、正午が告げられ、魔女は姿を消す。暗断定と速度が落ちると、何も知らない父親が帰ってくる。フレーサン呼吸をせず倒れている妻を発見した。彼はどうにか彼女の構成に成功するが、母の下敷きとなり、こと切れた息子を目の当たりにして、さらに動揺する。魔女のモチーフが思うもしくそうされ、曲の最後に魔女は呪いの言葉を残す。注釈出典。 ありがとうございます。